2人路頭に迷い、生きることさえままならなかった少年、全てを拒絶しながらも光り輝くボクシングの世界に魅せられた男、その名は坂本博之。立ちはだかるは南米のテクニシャン、ベネズエラのヒルベルト・セラノ。 WBA 世界ライト級タイトルマッチ、両国国技館が新しい歴史の瞬間を待っています。相手をね、もう完膚なきにね、叩きのめす。相手が本当に5分ぐらい大の字になって寝てるとか、担架で運ばれるようなレフリーストップとか、そんなんじゃなくて、もう完璧な KO、 絶対的な KO。 WBA 世界ライト級タイトルマッチ、3度目のそして最後の挑戦を迎えました坂本博之のこれまでを振り返ります。まあ、食べたい時に食べられなかったというのが辛かったかな。ボクシングの減量なんて日にちが来りゃ食べられるし、あの時はいつ来るか分からないっていう感じだったから、なんか毎日はしんどかった。坂本の少年時代唯一の写真、幼い頃両親が離婚、生活は食事も満足にできないほど貧しさを極め、坂本少年はトカゲや川魚を食べて飢えをしのいだ。食事ができるようになったのは7歳の時、養護施設の青少園に入ってからだった。そこで坂本は運命的な出会いをした。食堂のテレビで見たボクシング、光り輝くリングの中に世界王者がいた。その日から坂本はボクサーを夢見た。自分の道は自分で作る。坂本は高校卒業後プロボクサーの道に進み、拳一つで頑張ればお金が稼げる、勝ち続ければ光り輝くリングの中に自分も行ける。坂本は夢への扉を押し開けた。パンチ力と精神力を武器に世界へのラストチャンスを手に入れた。1ラウンド KO 勝ち。試合を1ヶ月後に控え、袋いっぱいのお菓子を抱えて坂本が青少年を訪ねた。半年ぶりの訪問、坂本の表情がリングの上と異なって和らいでいく。子供たちの輝く瞳に映るボクサー坂本は間違いなく僕らのヒーロー。そして坂本にとって青少年はボクサー坂本の原点。自分が頑張ることで子供たちと夢が広がる。世界戦に向け気合がみなぎってきた。頑張ってください。どうもありがとうございます。もう本当にチャンピオンベルトを A に持ち帰ってきますんで、皆さん本当応援よろしくね。頑張ります。目指すは世界チャンピオン。自分の夢、子供たちの夢をかけ、今日のリングに挑む。もう一方ゲストに前 WBC 世界バンタム級チャンピオンの辰吉丈一郎さんをお迎えしています。よろしくお願いします。あら、よろしくお願いします。さあ、リング上はこれから両選手の紹介が行われるところです。WBA 世界ライト級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、 WBA 世界ライト級チャンピオン、134パウンド2分の1、ベネズエラヒルベルト・セラノ。テクニシャンにして KO 率 89% ヒルベルト・セラノ。青コーナー、挑戦者 WBA 世界ライト級12、134パウンド2分の1、角海宝石ジム所属、
本博之。3度目の挑戦に失敗は考えていない、そう話しています坂本博之です。なお日本とベネズエラの対戦は69年に西条昭三がペドロ・ゴメスの挑戦を退けてから、去年戸高秀樹がデス・ロアスにタイトルを奪うまで全部で27戦、日本の7勝17敗です。この試合のジャッジはアメリカのデュアン・フォード、パナマのロドルフォ・マルドナード、そしてフィンランドのエルキ・メロネン、以上3地です。そしてレフェリーは今世界で最も優秀なレフェリーの一人、アメリカのミッチ・アルパーン、ヘビー級のタイソン・ホリフィールド、ルイス・ホリフィールド、そして今世紀最後のビッグマッチと言われましたオスカー・デラフォーヤとエリックス・トリナード戦のレフェリーを務めています。ファイティング原さん、はい、両者のリング上の表情をご覧になっていかがですか。そうですね、チャンピオンはチャンピオンらしく、また坂本君は内で締めてですね、はい、表紙を回してますね。浜田剛さん、はい、勝負のポイントを一つ挙げるとしますと、まず距離の取り合いですね。距離の取り合い、離れてチャンピオン接近すれば坂本いきます。坂本は接近しなければいけません。この試合のさあ第1ラウンドのゴングが鳴りました。純白のトランクス、ゴールドのサイドラインとベルトラインが入っています。画面向こう側に回り込んでいきました日本の坂本博之。一方チャンピオンカラー、シンクのトランクスを身にまといましたチャンピオンはヒルベルト・セラーノ。左を出していきましたセラーノ、低い姿勢から左のボディーブロー、坂本博之。この試合のプロモーターの帝拳ジムの本田会長は、前半はある程度チャンピオンのセラーノのペースになるだろう、しかし6ラウンドから7ラウンドを境に必ず坂本のペースになるはず、前半坂本がいかに耐え忍ぶか、ここが勝負の一つのポイントになる、そう話しています。ファイティング原さん、なんといってもセラーノはこの左のジャブが得意な選手ですね。そうですね、あれはですね、やっぱり来てくれていいですね。だから入ったもいいですね。右左やりくろ言うたらこうだ。ダウン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 、2度目のダウン、2度目のダウン、3ノックダウン制です。あと40秒でもう一度ダウンを奪ったらナックアウト。さあ坂本の入りが近づいた。どこでもいいですから、坂本の入りが近づいた。予想をはるかに超えるとんでもない試合展開でスタートしました。いきなりの右がヒット、そして2度のランを奪いました。そうですね、いい角度に入りましたね。ちょうどですね、坂本の得意な右フックですね。距離もいいし、辰吉陽一郎さん、はい、いかがですか、第1ラウンドいきなりのランを奪いました。そうですね、かなり精神的にも落ち着いたと思いますよ。はい、
坂本の左の目の下はちょっと切れてます。さあ坂本一気に出るか。坂本第一ラウンドいきなり2度のダウンを奪いました。船越さん、はい、坂本の左目の下傷なんですけれども、3、4センチで深さはほとんどないんで大丈夫だということです、はい、陣営の指示としてはまず落ち着けと、でボディを狙っていけと、そういう指示が飛んでますね、はい、下からでいいんだよ。あーっと左、寺の左、これが怖いんです、これが怖いんです、そうですね、この左をかいくぐっていけるかどうかが今日の一つのポイントです。右左、あー今いいの来ましたね。もう少し体を振る方がいいですね。はい、長谷川さんどうぞ。チャンピオンサイズなんですがね、はい、戻ってくるなりチャンピオン目を覚ませと大声を3回ほど出しました、ね、そして顔に張り手を出しました。もう少し体を振った方がいいですね、はい、高本ね、はい、あーっと左の右の目の上も切りました。右の目尻が切れましたね。そうですね、目の下はいいんですけど目の上はちょっと目に入りますからね、はい、左の目はもう塞がっています。坂本博之左の目が塞がりました。体振りたいですね、はい、第1ラウンド2度のダウンを奪ったのは坂本です。しかし坂本は左の目の下そして右の目尻をカットしました。接近するとですねチャンピオンはあんまりいいパンチ打てないんですね。接近したい、はい、この距離が一番チャンピオンのいい距離なんですね。左、とにかくチャンピオンのセラノは左一本、この左手のジャブで世界を制しました、まあ、ボクシングにはいくつもの格言がありますが一番多く使われる格言は左を制する者は世界を制するです。急激に晴れましたね、右目急激に晴れましたね。あーっとここでミッチー・ハルカーンが試合を止めます。急激に晴れましたね。コニッションドクターがまず右の目尻を診断します。急激に腫れましたね。右の目がもうほとんどこれは見えていない状態ではないでしょうか。坂本博之この距離は損ですね。でもだからねもっと詰めなければいけない、ついたもんですね、ついたもんね、はい、なかなかでもあの左が邪魔気ですね。それでも焦ることないですよ坂本博之、焦ることないですよ、はい、あーパークスよ。立吉さん、この距離を詰めようとしている坂本なんですが、はい、その出鼻をくじくような左ですね、うん、というのもあるし、ちょっとあの焦ってますね、違うところで坂本が、はい、はい、あの自分の目が腫れてるのも気になると思うんですよ、あーっと、右ちょっとあの左速いのを出しながらだとまだいいんですけどね、はい、船越さん、傷なんですけれども、コミッションドクターによると3センチほどの傷なんだけど、はい、傷幅は浅いということですね。幅は3センチですが、深さはそれほどない、それほどないということです、はい、ただ浜田剛さん、ああ腫れてきますからね、そうすると目が塞がったら見えないですからね、はい、もう少し体を振りたいですね。体を振りたい、はい、そして左をですね、当たらなくていいですから、はい、ないしゃ今でいいんです、今の出し方でいいんですから。さあ接近戦、距離を詰めたい、ちょっとでも手が速い、左チャンピオンの左、右左、パンチあるな、パンチがあるチャンピオン、右どうしてもあると思っちゃうんですよね。第2ラウンド終了です。2度の世界戦で学んだことは、ボクシングは殴り合いではなくスポーツである、気合を入れていくだけはダメ、どれだけ冷静に戦えるか、そう話していました。ちょっと目の出血がかなり激しくなっています。それと目の腫れですね、はい、ちょうど片方の目が見えなくなるとですね、距離の測定が、やりにくくなるんでですね、まず左のジャブをまっすぐ出しながらだと当たるか当たらないかの距離で測ればいいわけですから、はい、第1ラウンド2度のダウンを奪ったのは挑戦者日本の坂本、しかし第2ラウンドからチャンピオンが左を多彩に使ってきました。そして達也さん、その左が我々の想像以上に威力があるということですね、チャンピオン。そうですね、硬くて、そして切れるパンチを持ってますね、はい、坂本君にするとこの左はちょっと邪魔ですね、左を邪魔、はい、アートワン、ツー、ジャンプ、坂本の右、この距離で持っといたですね、この距離、この距離です、いい感じ、いい感じ、アートツー、離されるとですね、離されると今みたいなストレート飛んできますからね、はい、入って逆にリビングしたら入った方が食らえないですね、もう突くようにして思いっきり打つと、ね、この距離で打ちたいですね、この距離で、もうちょい前に離れたらいけない、こうなるとファイティング原さん、はい、やはり戦前の予想通り距離の取り合いがこの試合の勝負を決定しそうですね。そうですね、このセラノですね、はい、左は非常にいいですからね、はい、非常に距離取ってますから、坂本君がやっぱり詰めたらロープに詰められないんですね、やっぱり連打した方がいいですね、とにかく打って打って前に詰めなければいけません。この距離は中途半端です。低いステレー出てくる、ちょっとチャンピオンサウスポースタイルになったりするんで、今サウスポースタイルですね、余裕、はい、
見せたいんですね、チャンピオンは。チャンピオンにしたい、はい、今サウスポー構えに変わりました。左足を大きく引いて、左足を主に使う、このチャンピオンスタイルは左利きの要です。鼻血も出しましたか、ね、はい、坂本鼻血も出しましたね。第1ラウンドダウンを奪ったのは坂本です。しかし第2ラウンドからチャンピオンが少し攻勢に出ました。船越さん、はい、坂本の右目なんですけれども、コミッションドクターによりますとかなり腫れていて見づらいようだと、はい、しかし傷自体は浅いので試合続行は可能だと、はい、いうことを話しますね。あーと、でもまだ回が浅いですからね、はい、ああいうやっぱりジャブストレートが入ってるとね、困るとりますからね。船越さん、もっと失礼で失礼で手をして前に出る。はい、長谷川さんどうぞ。チャンピオンサイドなんですがね、その坂本の傷をやっぱりアドバンテージと思っているようです、はい、落ち着きを2ラウンドは取り戻しまして、ワンツー左に避けて、そして目を狙い、その一言がありました。なるほど、ボディーブロー。また右構えに変わりました、チャンピオンのセナノ。アッパー左、チャンピオンの左、余計に右へ張り付きますね。これで来ると左、ゆっく左、坂本の左、されてもいいですから、クリンチをほどいて打ちたいですね。クリンチをほどいて打ちたい、はい、ファイティングアナさん、チャンピオンに焦りみたいなのはないですか。ないですね、なくなった、チャンピオンを進められてますね、はい、よく満たしてますね、満たしてますね。一発だけじゃなくてですね、まだパンチよくセーブしていいですから、はい、もう少し数打ちたいですね。第3ラウンド終わっています。WBA 世界ライト級タイトルマッチは3ラウンド終わっています。第1ラウンドに坂本が2度のダウンを奪いました。その後チャンピオンが第2第3ラウンドと攻勢に転じています。トレーナーのイスマイル・サラスがお前はチャンピオンだと、そう言ってゴングに誘われるようにしてリングに送り出しました。セラノの左、浜田剛さん、はい、第1ラウンド2度のダウンを喫した。あーっと、コーテルだ、青コーナー引けた、坂本が耐える、うわーっと打ち合いだ。完全にチャンピオンとしてはもう冷静さを取り戻した。そうなんですね、ないと見ていいですか。やっぱ坂本のあの晴れた顔を見るとですね、はい、元気になるんですね。でファイティング原さん、はい、坂本にこの肉体的なダメージというのはどうなんでしょう。やっぱり坂本君はやっぱあると思います、はい、ありますね。でもしかしそこで死ぬのは坂本じゃないと思います、非常にやっぱりついた時にパンチ力であるんですから、はい、相手を狙ったりですね、やっぱり詰めた時にですね、腹からいいですね、それは、はい、だからやっぱり打たなきゃダメですね、手を出さないことには。それとリング中央だとやっぱりセラノの動く距離が大きいですからね、はい、あーっと左、ロープ詰めたいですね、ロープ詰めたいですね、ロープに詰めたい、これですね、ここで、はい、ここで持っておきたいですね、ここで打ちたい、さあ、高尾に詰めた、チャンピオンサイドに詰めた、ボディーブロー、変だ、坂本、左、いいですよ、いいですよ、チャンピオンの左が右、左、右、左、右、チャンピオンもね、ボディー打ち合い、左打ち合い、パンチあるんだから、さあ、高尾、チャンピオンもさすがに、ファイティングアナさん、はい、距離を詰められるとやりづらそうですね。そうですね、パンチやパンチ力が坂本があるんですからね、パンチ力は坂本が上、相打ちでいい、はい、ああいう時にはもう相打ちでいい、顎出てますからね、はい、非常に坂本君のいいとはボディからやっぱり顎いきますから、はい、それやってもらいたいですね。勝谷さん、勝谷さん、はいはい、チャンピオンのディフェンスというのはどうですか。いや、別に倒しに来てるわけじゃないんで、はい、打っては引き、打っては引きという考えなんで、ディフェンスはもう本当に良いですよね。ああ、そうですか、はい、別に倒す気に来てませんので。なるほど。ただこういう風にプレッシャーに弱いみたいな、この坂本君がこう入っていくと必ず下がりますから、はい、この圧力に負けるぐらいですけど、それを詰めていけば、なるほど、おのずと見えてくると思うんですけどね。やはり詰めなければいけません、坂本。だからこっからでしょう、こっから戦いは、はい、こっから勝負ですね。またサウスポースタイルにスイッチしています。チャンピオンのヒルベルト・セラノ、右のボディーブロー、ちょっと引くか、うん、ちょっと引っかかったですね、今のローブローを注意されています。この間がちょっと惜しいですね、この間がね、はい、ここはもう詰めていきたい、当たらなくてもいいから手を出せばいいです。右、そうそう、ミノック、ミノロングフック、それとロープに詰めるとですね、はい、いい感じで連打できますからね、これですね、これでいいです、これでいいです。なんとか体を入れ替えようというチャンピオン、
ドほとんど時間がありません。ここでゴングです。試合は一進一退の様相を呈してきました。このライト級史上唯一東洋人として制したガッツ市松さんも2度の失敗の後3度目の挑戦でタイトルを獲得しています。ガッツさんはこう言います。力はいつも紙一重、這いつくばってでもタイトルをもぎ取るという気構えが必要、そうすれば感動を呼ぶ、そうガッツ市松さんが話しています。100年を超えるライト級伝統の歴史の中で史上2人目の東洋人としてこのタイトルを狙っている坂本博之。第1ラウンド2度のダウンを奪った坂本、そしてその後なんとか攻勢に出ようというヒルベルト・セラノ、4ラウンド終わってポイントももうほぼ互角と言っていいでしょう。相手を抱えてはいけません。レフリーのハルパーンに注意されました。浜田さん、はい、このチャンピオンがサウスポースタイルでボクシングを行うというこれはどういうことなんでしょう。やっぱりあのちょっと余裕あるんだぞということのアピールなんでしょう。アピール、はいはい、でも決して余裕あるわけじゃないですよ今、はい、船越さん、はい、そのスイッチなんですがね、セコンドの指示で行われています。セコンドの指示、はい、打たれるとまずクリンチに逃れる、それでもダメならスイッチしろという指示が飛んでいますね。なるほど。ここでジャッジが靴の紐ですね。靴の紐がほどけました。レフェリーのハルパーンが靴の紐がほどけましてタイムを要求しています。この間時計は止められます。この間テクニカルタイムアウトで時計は止められます。またドクターに見せますか。ここでもう一度ハルパーンが時計を止めまして坂本をドクターの検診にやります。再三ドクターに見られるとですね、はい、傷口深いんじゃないかな、腫れがいつかストップされるんじゃないかって心配が出るんですね、だからもっと焦るんですね。なるほど。これは浜田剛さん、はい、坂本としては相当勝負を焦るというか、そういうことなんですね。かなり焦りが出てきている、出てきますね、はい、ということになりますと、もうこの後後半勝負という目論見を捨てて一気に中盤で勝負をつけに行く、そんな坂本の姿勢が出てくるかもしれません。試合はまだ前半戦の第5ラウンドです。まあやっぱりこの晴れがもっともっと晴れてくる可能性あるんでですね、はい、やっぱり、急がなければいけないですよね。急がなければいけない、はい、マジで立吉さん、はい、立吉さんも失血による試合終了という経験がありますが、はい、やはり焦るんでしょうね。焦る、そうですね、やっぱり当然相手にバレるわけじゃないですか、はい、やっぱり嫌ですよね、こっちが精神的に参ってまうんですよね。なるほど。船越さん、はい、コミッションドクターによると右目はほとんどこう見えていないような状況だと、本人もそう見えづらいということを言ったそうですね。そうですか。でレフリーもこれ以上ひどくなったのはストップするかもしれないと、そういう話をしていたそうです、はい、さあ坂本、それでは左坂本前に詰める、はい、ボディーブロー、明らかにファイティングアナさん、はい、ボディーを打たれた時にダメージがあるような、そんな表情をチャンピオンしていますね。しますね、その後ですよね。その後、もっと詰めたい、もっと打ちたい、逆にその後打たれちゃいますね、はい、力が入ってますね。誰が空を切ったチャンピオン、セラノやっぱり相当見づらいんでしょう。うまく入っていってます。やばい、もう一度止める。ラウンド中2度目のテクニカルタイムアウト。試合終了、試合終了、テクニカルナックアウト。せっかくいい感じのリズム出てきたんですけどね、坂本諦めきれない。両国国技館がシーンと静まり返りました。ファイティング原田さん、はい、勝ちました。試合内容で負けたわけではないだけに、これはまあ無念さというのがなんとも込み上げてきますね。いや本人は本当そう思いますよね。これからだと思ってじゃないですか、はい、そういうガッツではやっぱり坂本君は負けませんからね。いい根性持ってますからね。でもやっぱりレフリーのドクターのこれは判断はさすがにしょうがないですよね。今手元にジャッジペーパー4ラウンドまでの集計が来ているんですが、3人のそれぞれのジャッジが全て38対36で2ポイント坂本リード。坂本がリードしているにもかかわらずここで試合は止まってしまいました。
浜田剛さん、はい、偶然のバッティング、はい、相手がグローによるパンチで出血したのではなくて、はい、頭あるいは肘で出血した場合には採点で判定するということになるんですが、はいはい、相手の的確なブローで出血した場合は、はい、そのままテクニカルナックアウトということになりますね。そうなんですね。相当やっぱり右目完全に塞がったと、はい、いうことなんですね。いやー、やっぱりあの2回ダウン取っただけにですね、いやー本当に悔やまれますね。すべてのジャッジは第1ラウンド10対7坂本、第2、第3ラウンドはいずれもチャンピオン10対9です。しかしこの前のラウンド第4ラウンドは坂本に10対9とつけておりまして、3人のジャッジがすべて38対36、坂本はリードしていたんですが、無念の5ラウンドテクニカルナックアウト負けとなりました。辰吉さん、はい、この悔しさというのは我々は想像してもおそらくボクサー自身でないと想像できないような悔しさが今あると思います。そうですね、実際まだ坂本君も僕じゃないんで、僕もやっぱり実際坂本君の気持ちはやっぱ分からないですね。でも同じボクサーとして当然悔しいのは当たり前ですよ。まだ試合で負けた、あるいは叶わなかった、そう納得させることができるような試合であれば諦めもつくんでしょうけれども、でもまあこれも出場のルールにのっとったんです、はい、負けは負けですからね、はい、しょうがないですね。ファイティング原さん、まあ、元チャンピオンとしてこの放送席から坂本の心中を察すると、まあ、あまりあるものがあると思うんですが、そうですね、やっぱりこれは今はもう試合終わった時点ですけどね、これが死にちおくとやっぱり悔しいですね。やっぱり衛星立ち直った時にね、やっぱり悔しいですよ、だからもう一度ですね、もう完全に直してですね、もう一度タイトル挑戦してもらいたいと思いますね。まあ、もし浜田剛さん、はい、悔やまれるとすれば第1ラウンドですか。そうですね、あと一発、あと一回ダウン取っていればチャンピオンでしたからね、はい、そこがやっぱりまあボクシングに勝負の世界に何々だったらということもないわけなんですよね。もうおそらくチャンピオンベルトをほぼ巻いた状態、まあ私も 90%、1ラウンド終わった時には 90% 勝ったなと思いましたけどね。ただ1ラウンド終わった瞬間に晴れがすぐ出ましたからね、それが気になったんですけど、やっぱりそこ疲れましたね。いやー本当にこの何とも言えない場内の雰囲気になっています。でも1ラウンドの状況から盛り返したチャンピオンも偉いですよ。ああ、そうですね、やっぱり世界チャンピオンですよ。やはり、まあ、伝統と言われるこのライト級を制したチャンピオンはただものではなかったということでしょう。今両国国技館、まだ誰一人として家路につこうとはしません。その両国国技館のファンに向かって大きく手を振っています。ファイティング原さん、はい、体力が有り余るぐらい残っているだけに、なぜ戦えないんだと、本当に悔しいでしょうね。いやでも、もう結果あるんですけども、はい、やっぱり1回が最後に自分でも悔やまるんでしょうね。あとビデオ見るたびにそう思いますよね。なんだっすか、もう1回もう何でもいいからどこでもいいからもう打って打ちまくれば必ずやっぱり全くストップしてくるんでしょうね。ねえ、ただ浜田剛さん、はい、まあ、常識的に言って3度目が最後の挑戦、誰しも考えていたんですが、ちょっとこれではまだ次という声が出てきてもおかしくないですね。まだできる、やってたら勝てるという残しながらですからね、はい、だから目さえ張れなかったらというところがあるんですね。あとはゆっくり休んでやっぱり考え聞きたいですね。今福岡からバスを連ねてやってまいりました。後輩和城青少園の応援団の姿が映し出されました。今坂本がゆっくりと控え室へ消えていきます。あるいは記者会見でどういうコメントが聞こえるんでしょうか。それでは見事に防衛しましたチャンピオン世良野選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございました。第1ラウンド2度ダウンを喫したんですけれども、焦りはなかったですか。Sí, bueno, estaba en buenas condiciones. Me sorprendió. Es bastante fuerte. Bueno, yo hice mi pelea. Era lo que me mandaron en la esquina para ganar. 体調は非常に良かったので、ただあまり強かったので、びっくりしました。驚きました。コーナーの指示に信用があったので、私は勝つと思いました。坂本選手の印象はどうでしたか。¿Qué impresión ha tenido de Sakamoto? Es bastante fuerte. Pero bueno, mi mejor boxeo lo puede
con el mejor, mejor boxeo lo puede derrotar. 私あの強いボクサーだと思いました。ただ私の方があのボクシング的には勝ってたと思います。では今後もチャンピオンとして防衛を続けてください。おめでとうございました。OK, gracias. Ojalá que el pueblo de Corea haya quedado contento con esta pelea. El pueblo de Japón, perdón. あの日本の皆様がこの試合を気に入っていただければ嬉しく思います。おめでとうございました。防衛に成功しましたチャンピオンヒルベルト・セラノ選手でした。それではこの後